に楽しかったっていうか、初めて行ったっていうのがメンズエステ。おめっちゃ締めよ、怖いから。メンズエステ、そう行ったんだ。そう、行ってみて。他には他にはなんだろうな。メンズエステはどうだったの？メンズエステは最高だったよ。可愛い子がやってくれるの？うん、ほんとに可愛いけど超クマブイ。勃起したの？え、勃起、ガチ勃起え、ガチ勃起しかもマジで気まずかったのが、なんか話さなきゃいけないじゃん、マッサージされてる時に。普段は何されてるんですかみたいな。あ、YouTuber です。素直に言いづらいじゃん、そういう店って。いや、まあまあ自由な感じでみたいな感じでこうやってやってて、あっちは多分俺のこと知ってたのよ。で、探り入れてきてんだよ。本当に仲間ち JP かっていう探り。なんかお休みとかっていつあるんですかみたいな。あ、まあ不定期ですねみたいな。仕事外か中か。中っちゃ中っすねはいはいみたいな。で、詰められて詰められて見てますって言われて、みたいな。マジ気まずみたいな。ちょっとエロい店だからさ、気まずいじゃん。え、じゃあ普段どんな YouTuber 見るんですかって言ったら、これこれっつってた。怖くねこれこれ見てる可愛い子めっちゃ怖くて、やばい、この子にはマジで何もしないって思って。おお、何今の。ね、多分登録者とかはしてないけど、まあ知ってるよ仲間ち兄弟みたいな。この前で鬼勃起したの。しかもメンズエステっていうのは触るんだけど抜いちゃいけないの。こういうことはしないの。全身オイルでドロ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 みたいな。なんかこことここを使ってチンコの横とかを全身ドロリンドロリンみたいな、ドロドロドロリン。だからもうほぼほぼチンコはドロってなってる。この全体でしこるみたいなとか、太ももこうやって俺がここに寝てたりしたら、ここで太ももでポチンコ挟んでこういう、もうエロエロじゃん。なんかね、極限までムラムラさせて終わらすっていう、それがめ